今日はお集りりいいただきありがとうございますこの度はパリオリンピックのメンバーに選出していただき本当に光栄に思っています。去年のワールドカップベスト8で敗退したときからまたこの悔しさを世界の舞台で晴らしたいっていうふうに思って自分自身 B リーグで戦ってきたので、まあ、まずはそういう舞台で戦う権利を得られたことが本当に嬉しいですしうーんすごくワクワクした気持ちです、まあ、自分たちの今回の戦い方や結果でこれからの日本女子サッカーの未来もかかっていると思うので、まあ、そういう部分も背負って頑張っていきたいなという,ふうに思っています。 えっと今日実はこの前に、あのウラレッツのパートナー企業の東進パートナーズさんのところに表敬訪問に行く予定があったので、その道中の電車の中で、ユーチューブを見てました。<laughs> <laughs> で、そうです、まあ、嬉しかったですね、はい、けどまあ、一人だったんで、ぐっと押し殺して。<laughs> はいあの でまあ、あの都市パートナーズさんに着いたらラレッツの関係者の方もいたのでもうおめでとうって言ってもらえて、まあ、ようやく実感が湧きましたでそうです、ね、気持ちとしては、まあ、やっぱり、まあ、年齢も一つ上がったっていうのもありますしうん去年のワールドカップの時はまはあ、正直自分自身初めての世界大会で、まあ、勝って雰囲気っていうのがわからない中、うん、挑んで。うんやっっぱりちょっと 自分自身が試合に出たいだったり活躍したいだったり、まあ、そういう思いが強くてうん、まあ、少し空回りしてしまった部分も大きかったのかなというふうに思います今回はもちろん自分自身のプレーを見せたいという思いもありますけどそれよりもやっぱりチーム日本を勝たせたいという気持ちが強くて、まあ、そのためにどんなプレーをしたらいいんだろうということを考えています。 やっぱり自分が18の頃、高校3年生の頃になでしこリーグでデビューしてでまあ割と点も取っていて自分自身これからだという時に怪我をしてしまってまあその怪我をする前まではよりオリンピックだったりワールドカップだったり代表というものにをすごく意識していたんですけどまあやっぱり怪我をしてしまうとそこからの復帰元に戻ることに意識がいってしまって まあ、そこから数年はあまり代表というものを意識できなかったというかうん、まあ、しようと思ってもできる立場じゃなかったので、まあ、難しかったんですけどやっぱり、えっと、2020年ですか、ね、ぐらいからパフォーマンスが良くなってきてリーグも優勝してこれからまた東京オリンピックだという時期にまた膝を怪我してしまって。 やっぱりそこからまた2年ぐらいは自分自身なかなかパフォーマンスが返ってこなくてやっと今自分自身のサッカー人生の中でもいいコンディションでサッカーを続けられているので本当にそこがまず嬉しいですしこういうタイミングでワールドカップオリンピックが開催されてメンバーに選出されてプレーできるっていうのは 運がいいというか本当に周りの人にも感謝したいなというふうに思ってますし、まあ、少しでもやっぱり同じような境遇の人にうん勇気を与えられたらというか、まあ、いつかチャンスが巡ってきた時のためにうーん、まあ、頑張ってほしいなとうう思います。 そうですね、まあ、まず一番は、えっと、家族に伝えたいなっていうふうには思ってます。やっぱり自分がここまで成長してこれたのは家族のおかげですし、まあ、そこは感謝しきれない思いがいっぱいです、でまあ、もう1人あげるとしたら1人じゃないですかね、2人あげるとしたらやっぱり猶本、えっと、光選手と安藤梢選手には感謝を伝えたいなっていうふうに思っていて。 うーん自分自身、去年のタイミング去年のこのタイミングで海外移籍にしようかなとうう考えてはいたんですけどうーん、まあ、それを相談したら、まあ、このチーム、フラーレッツレディスでもっと学べる成長できることがあるんじゃないかとうう言われて、まあ、それで w ーリーグで活躍して、あのー、得点を MVP というのになればオリンピック のメンバーに選出される可能性は高いんじゃないのっていうふうに言ってくれて <laughs> まあ自分自身その海外でプレーしてうーん海外の相手と戦って自分自身成長したいっていうふうに考えてたんですけどあそういう考えもあるんだなっていうふうに思って1年残ることに決めましたまあその時は得点王だったり MVP だったり無理でしょうっていうふうに <laughs> 思ってたんですけど まあ、終わってみれば本当にすべて言う通りになりましたし、まあ、その前から本当に自分は18歳の頃から2人にはお世話になってますし、まあ、10年ぐらい本当にいろんなアドバイスをくれていろんな言葉をくれてここまで成長できたと思っているので本当に感謝してます期待通りの答えにならないかもしれないんですけどあ本当にもちろん。 病院の先生だったりチームのトレーナーだったりもちろんクラブもですし家族も支えてくれてチームメイトにも本当に優しい声をかけてもらったりしたんですけどまあ自分自身、怪我に対してそこまで重く考えていない自分がいて怪我をしてもうんすぐ前向きになれるというかあまり大きなこととして考えていなくてまあリハビリして。 うんトレーニングして、まあ、その間にできるところを伸ばしていこうっていうかそういう期間だなっていうふうに思える性格なので、まあ、特に <laughs> すごい沈んだりもしなかったのであの励まされてそれで頑張れたとかはちょっと今思い浮かばないです。ありりががとうございますまあやっぱり自分がオリンピックで活躍したら まあ、こいつは誰だっていうふうになると思いますし WE リーグっていうのも知ら知ってもらえると思いますし、まあ、そういう WE リーグの代表っていう,うん気持ちも持っていきたいとは思ってます。うんまあ、やっぱり自分は、w、リーグで 3年間なでしコリーグではもうちょっとやってて日本のサッカーには本当に感謝してるのでおかげでここまで自分は来れたので、まあ、そういう感謝の恩返しをしたいなっていうふうには思ってるのでそういう気持ちを持って、はい、臨みたいと思います。